50円紙幣は日本銀行券の一種。50円券、50円札とも呼ばれる。高橋惚歴世が肖像の B 券のみが存在し、現在発行されていないが有効である。紙幣券面の表記は50円。B50 円券のチラシスカシ1951年11月24日の大倉省国時代1752号。 昭和26年12月1日から発行する日本銀行券50円の様式を定める券で紙幣の様式が定められている。50円という額面の紙幣が日本銀行券として発行されるのはこれが最初であり政府紙幣を含めても明治通報50円券以来である。1951年に発行されたものの1955年には50円硬貨が登場。 同年の1955年には50円紙幣の製造が終了し、1958年には発行も終了したため発行期間はわずか7年間であり、流通した枚数も少なく、現在は額面価値に対して古銭としての価値が高くなっており、数千円の値がつくことがある。表面右側には高橋惚歴用の肖像が描かれ、その下には 月景樹があしらわれている。また、表面左右には、五0の文字のマイクロ文字を敷き詰めているほか、上下の輪郭には、五0の数字が入った割模様と、地模様として、五0の数字のレリーフ模様及び中央から左右に、広がる、唐草模様を描いている。里面左側には、肖像の高橋惚歴与にちなんで、日本銀行本店本館の建物が描かれており、 右側の地模様には50の数字が連続印刷されている。透かしは50の文字と日本銀行交渉であり、不定位置のチラシ透かしとなっており、他の B 号券同様印刷と重なっている。基番号の形式は C 号券、D 号券、E 号券と同じアルファベットと数字の組み合わせであるが、この B 号50円紙幣の場合は、 発行枚数が少ないため頭のアルファベットが一桁のものしか存在しない。使用色数は表面6色、裏面3色となっている。1927年4月24日の大倉省国時代67号日本銀行おこりこうだ冠銀貢献のうち50円券おこりこうで紙幣の様式が定められ製造が行われたものの実際には発行されなかった。 1927年4月の昭和金融恐慌が原因で発生した取付騒ぎの沈静化のために、利面の印刷を省略した、高50円券が、同年4月25日に4万8000枚製造された。発行開始の漢方工事も行われたが、騒ぎが収まったため発行には至らなかった。告示上は1927年4月26日から発行される予定となっていた。 現在、見本件のみが現存しており、基盤号の場所に、木、コと赤色の文字で印刷されたものと、1のように記号が入っているものが存在する。同じ理由で製造されたおつに100円券と同じく裏面が白紙になっている。こちらは発行された。表面のデザインはおつに100円券と同様で、表面は既存の証券類等のあり合わせのサイモン模様を組み合わせたものであり、 アラビア数字での額面金額すら表記されていない。この当時発行されていた日本銀行券には必ず印刷されていた文書局長の印象、日本銀行の断説文字、英語表記での隠し文言の表記、日本銀行交渉も一切省略されている。用紙は通常の紙幣用紙ではなく日本銀行の遠隔地、払い戻し用紙を転用したもので、スカシは 日本銀行交渉と銀の文字の白すかしによるチラシすかしが入っている。基番号については赤色印刷で投資番号はなく組番号のみの表記となっている。使用色数はおつに100円券と同じく表面2色のみとなっている。2015年12月29日に放送された海運。何でも鑑定団スペシャルで北海道旭川市の男性が所有していた。 高50円券を鑑定したところ、鑑定額は1000万円だった。の製造発行なし50円紙幣の実質的な使用期間は1951年末から1958年までの7年弱のみであった。合計は1955年9月1日に発行開始された50円硬貨である。なお、昭和初期に高50円券が製造されたこともあったが、 発行されなかった。発行開始の工事が行われながらも発行には至らなかった日本銀行券は、高50円券の一例のみである。高50円券及びおに100円券以外のすべての日本銀行券にはアラビア数字による額面金額表記が記載されている。ありがとうございます。